緊張の一瞬です。体制完了。スタートしました。人気のイグイノックス、マゼマスのスタートを見せています。先行争い、さて何が行くのでしょうか。ジャックドール先行を伺います。差がなくバビット、これに加わっていきます。内側にパンサラサ並ぶ形、外の方からノースグリッキ、内をじっくりとイオンリフ、マリアエレーナ、ナチドリの追走、ダノンベルーナ追走しております。漆黒の馬体イグイノックス、続いてオカゲ、内に並んでタラテ、ハッソイワ、カデナ、レッドガラン、その内を通ります。内内を通ってシャフリアール、外目からはアブレイフ、そして新学期ユーバーレーベン、こういった体制です。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあ先頭はどうなっているでしょう。現在先頭はパンサラッサ、少し遅れてジャックドール、外から追走バビット、内からノースルミッキ、その後ろからイオンミフ、内内を通ってマリアエレーナ。さあ3、4コーナー中間、後続を引き離しにかかります。ほとんどリードがなくなってきました。先頭はパンサラッサ、これを追って2番手にバビット、各馬牽制し合っているのか。イオンミフ早くもここで動いた。パンサラッサ4コーナーを先頭で駆け抜けます。バビット追走、ノースルミッキ上がってきている。イオンミフ追走、マリアエレーナ現在6番手、ダロンベルタ追いすがる、外からオカゲ、外からはタラペン、カベナ、あたりも来ている。内パンサラッサ食い下がる、シャフリガール苦しい体勢、残り200、ジャックドールわずかにリード、内からパンサラッサ単独先頭、続いてエグイノックス、パンサラッサ、ジャックドール先頭でゴールイン張ったのはジャックドール、2着にはエグイノックス、そして3着にダロンベルが、勝ちタイムは1分58秒、に勝ったのはジャックドール。緊張の一瞬です。体制完了。スタートしました。人気のイグイノックス、マズマズのスタートを見せています。先行争い、さあ何が行きますか。内の方からスーッとパンサラッサ出てまいります。それを追ってジャックドール、2番手の位置ノースグリッキ、外から追う形、内内を通ってマリアエレーナ、外から追走バビット、2、3マシンほど離れてオカゲ、イグイノックス、外から追う形、内の方イオンミフ、内内を通ってタラテン、競り合うようにして外ダノンベルーナ、内の方シャフリアール、外目からはレッドガラン、ハッサイワ、カデナ、アブレイフ、内を行きます。そして最後方にユーバーレーベン、こういった体勢です。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあもう一度先頭から見てみましょう。前半の 1000m を通過しました。59秒台平均ペースで流れています。現在先頭はパンサラッサ。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。大木役の向こうを通り過ぎていきます。依然として先頭はパンサラッサ、リードは3馬身、これを追って2番手にジャックドール、後続はまだ動かないか。ノースルリッキ早くもここで動いた。パンサラッサ4コーナーを先頭で駆け抜けます。バビット追走、ノースルリッキ上がってきている。ジャックドール追いすがる、イオンリフ上がってきている。内からフィッシー、マリアエレーナ、外からオカゲ、タラテ追走、アブレイク追いすがる、外からレッドガラン、ユーバーレーベン追いすがる。さあ残り200、一頭抜け出した。エグイノックス伸びてきている、単独先頭、続いてその内からジオグリフ、単独先頭エグイノックス、先頭でゴールイン張ったのはエグイノックス、2着にはジオグリフ、そして3着にシャフリアール。勝ちタイムは1分57秒7、勝ったのはエグイノックス。緊張の一瞬です。体制完了。スタートしました。
人気のイグイノックス、あまりいいスタートではありません。先行争い、さあ何がいきますか。うちの方からスーッとパンサラッサ出てまいります。ジャックボール、スーッと後位に取り付いていきます。その外にバビン、うちに10番ノースグリッピ、うちの方ホタゲ、マリアエレーナ、ラチゾイの追走、ダノンベルーナ、外から追う形、外外を回りまして、イオンリフ、セリアンようにして外、シャフリアール、ラチゾイを回るのはカラテ、イグイノックス、続いています。外外を回りまして、レッドガラル、半端しいこと遅れてアブレイズ、黒いマタイはユーバーレーベン、シンナリからカベナ、こういった体勢です。このレース個人的に注目している馬はバビット。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は現在パンサラーサ、その後ろバビット、ジャックドール、内を行きます。1馬身ほど離れてノースグリッピ、3馬身ほど後方にホカゲ。さあ各馬ここから差を詰めていきます。さあ向こう上面から各馬3コーナーを回っていきます。依然として先頭はパンサラーサ、リードは2馬身、2番手追走はバビット。各馬牽制し合っているのか。そして間からイオンミク、各馬第4コーナーを回りました。バビット現在2番手、内からジャックドール、ノースグリッピ、追走イオンミク、上がってきている。ホカゲ現在6番手、残り400を切った。マリアエレーナ、追走カラメ、追いすがるアブレイク、追走ユーバーレーベン、あたりも来ている。外からはレッドガラル、さあ残り200、一頭抜け出した。2番手のジャックドール、食い下がるダノンベルーガ、あっという間にかわして先頭ダノンベルーガ、ジオグリフ、2頭並んだ。際どい勝負になりました。初タイムは1分58秒3、際どい勝負になりました。緊張の一瞬です。体制完了、スタートしました。各馬揃って飛び出しました。まずはパンサラッサ、レムジを入れて上がっていきます。先行争い、さあ何が行きますか。やはり今日も行きました、パンサラッサ。どんな逃走劇を見せてくれるのでしょうか。ジャックドール先行体制です。その後ろバビット、間が空いてノースグリッピ、マリアエレーナ、ラチドイを追走、外外を回りましてシャフリヤール、内をじっくりと、イオンミフ、パッサイバー、カベナ、そのうちにダノンベルーナ、ホカゲ、内を行きます。うまく折り合いをつけながら進んでいるのはカラテ、漆黒の馬体、イグイノックス、競り合うようにして外、レッドガラ、ラチドイを回るのはアブレイク、一番後ろからユーバーレーベン、先頭からしんがりまではおよそ15馬身。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は現在パンサラッサ、3、4馬身切れ、ジャックドール、その後ろバビット。さあ各馬ここから差を詰めていきます。先頭はパンサラッサ、後続との差はまだ3馬身、これを追って2番手にジャックドール、追い込み勢はこれで届くのか。アブレイク早くも上がっていきます。第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。バビット上がってきている。ノースグリッピ現在4番手、マリアエレーナ上がってきている。イオンミク追いすがる、内からフィッシュ、カラテ、ホカゲ追いすがる、ダノンベルーナ追走、外からカベナ、ユーバーレーベン追走、残り200を切った。ジャックドール伸びてきている。先頭ここでジャックドール、ジャックドール先頭、先頭はジャックドール、ジャックドール今余裕でゴールイン、1着ジャックドール、その後イグイノックス、シャフリアール、この2頭の2着争い。勝ちタイムは1分57秒3、勝ちましたのはジャックドール。各馬ゲートに収まり、スタートしました。人気のイグイノックス、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何が行くのでしょうか。外からオレンジと帽子バビット出てまいります。その内をついてジャックドール上がってまいります。続いてパンサラッサ、やや高め気味のマリアエレーナ、外の方からノースグリッピ、内の方ホタゲ、黒いマタイはイグイノックス、これをぴったりとマークするように2番
並んで外からダノンベルーナ外から追走リオンミフ内を見るようにしてシャフリナール外から差がなく緑の帽子レッドガラン一橋ほど離れてアブレイブその後ろからユーバーレーベン新ナブからタデナこういった体勢です。このレース個人的に注目している馬はパンサラッサ。さあもう一度先頭から見てみましょう。前半の 1000m を通過しました。59秒台平均ペースで流れています。現在先頭はバビット。さあ3コーナーを過ぎ先頭が突き放しにかかります。ほとんどリードがなくなってきました。先頭はバビット。2番手追走はヤックノール。後続はまだ動かないか。内から差を詰めていくのはアブレイク。タクはこれから直線に向かいます。バビット先頭パンサラッサ追いすがる。内からヤックノール。ノンフルリッキ現在4番手。内からマリアエレーナ現在5番手の位置。外からはオカゲ先頭。ここでパンサラッサ外からはガラケンレッグナラン追走ユーバーレーベン当たりも来ている。残り200を切った。エグイノックス。ここで先頭に立った。先頭わずかに。エグイノックス。エグイノックス先頭。エグイノックス今ゴールイン。勝ったのはエグイノックス。続いてマリアエレーナ。勝ちタイムは1分57秒6。勝ったのはエグイノックス。